入った。あ、いる。あ、聞きたい。大丈夫だ、課長。ドレス着てる？ドレス着てる。着てる着てる。よかったよかった。頭ハゲてるのはええの？頭ハゲてんの？みんなハゲてるよ。あれ、全員ハゲてる。みんなハゲてる。みんなハゲてる。これ何すんのこれ？手元にあるボタンを押してもいい？押してんねんけど、俺何も起きんの。マジ？なんで？あ、押した。あ、なんか押した。はい。すげえ音るぜ。ええ、急に音るぜ。3、2、1。何これ何これ。え、何これ。あー、これあれだ。10。あ、これか。これね、弾装填して撃ったやつの勝ちなんだよ。これもう やっていいのこれ。いや、はじスタート。嘘これやんな。どうすんだこれ。これを、もっともっともっと。もみんなできてる。え、よく持ってた。よく持ってたね。いや、右手でそのマガジンは掴んだんやけど、左手が何も動かへんから、あ、はめられへんな。シフトでね、この状態でじゃあシフトしたら切り替わる。オッケーオッケー。じゃあこれでこうして、あ、俺も待てよ、結構すごいんちゃう。やべえ、落としちゃった。あ、落とした、落とした落としたこうして掴みたい。なん、掴みたい。掴めんの、あれ、これ、え、ちょっと待って、これマガジンの向き逆やな。これ多分反転させなあかんな。掴んだ、掴んだ、掴んだ。ちょっと上に持っていって手首の角度して、黄色い方がシフトで、こっち切り替わると、これを回す、回すってどうやんねん。いや、でも俺、これ多分このままいけんじゃないか。入らん。あ、これいけるかな。これどうやったらいいの。このまま掴みたい、このまま掴みたい。掴んだ。これで、おお、しよしよし、持ち上げたぞ。ええ、マジ。これで一回手離して。これで、俺横からスライドさせたら入りそう。ちょっと掴めてない。これさ、あ、入りそうで入んない。これ、これみんな、みんな自分の視点で手いっぱいやろ。でもなんかね、トワポンすげえ進んでる感じする。よしよしよし。マジで。マジで。俺は両方持ち上げたぞ。俺も持ってんだよ、持ってんだけど、これ入んなくない？これを。これの向きをどう変えたらいいか分からへん。右腕がもう決まりに決まってないけど。本当だ、すごいことになってる。本当だ。何これ。これ、いや、これの向き変えたいのよ。いや、ちょっと、ちょっと、一旦置くわ。一旦置くわ。あらららら。何してんの。じゃあ、向き変えたいのよ。こうして。うわ、俺も決まってるこれ結構。決まってる。どうなってる、どうなってる。決まってる、決まってる。入らない、入らない、入らない、入らない。あ、でも入りそう。あ、すげえ、入りそう、入りそう、入りそう。入りそう、入りそう。で、もうちょっと手前に向いてくれ。あ、落ちた、くそ。どうした、落ちた。落ちた、くそ。落ちてる。これ両手使わない方がいいのか、もしかして。それはなくない？テーブルの上に置いて、それをさ、スライドさせれないかな。いや、無理やった。落とす。え、無理それ。ちょっと段差あるせいで引っかかる。あ、そうなんだ。そうそうそう。マジか。あ、俺これ来たかも。マジ？マジで。これ来てるかもよ。お、行ってる。おお、すげえ、課長すげえ。入れそう、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 入れそう。でしょ？でしょ？入れそう、入れそう。すごい、入れそう。マジで？これから嫁に行こうとしてるやつが。そんな前で。そんな体の前でやるんだ。え、マジで入るかもよ。入る、違う、あ、入らんかった。え、入りそう、入りそう、入りそう。ねえ、もうちょっとなんだけど。え、これね、あれやわ、マウスホイールクリックしたら手の作業一旦放置して首だけ向ける、角度変えれる。あ、マジで。そうなん。あ、ほんとだ。ほんまや、すげえ。これでみんなの状況見ながらできるんや。落とした、くそ、もうあかん。これは便利やな。こんな、あー、最悪。トリガーが机の下に行った。ちょっと俺終わった、終わった。俺マガジンがめっちゃ机の奥行ってもないけど。届かへんよ、あれ。ちょっと待って、これ机持ち上げたらええんか、これ。机持ち上げてこっちに傾けるか。これ俺積んだんじゃない？だって俺も積んだの。俺も机の上にないの、玉が。それはもう完全に積み。あそこにあるんだ、俺の玉あそこにあるんだよ。あそこにあるんだよな、それね。な、絶対これ移動できへんのかな、これ。移動したいな、トシちゃん。あ、
藤くん。よっしゃ。あ、手振ってる、手振ってる。違う、手振ってる。だってもう届かないんだもん、届かへんもん、俺ら。俺らもう届かへんねん。あ、振ってくれてる。どんだけ自分の手決めれるかや。本当だ。あれできないかな。俺も中手届かんとこ行ってもうた。あもうあもうダメだ。もうダメだ。あと課長だけよ。課長も成功させよ。課長決めてさ、ね。頼む頼む。あれずっとやってんのあの人。いやもう5分以上前からあの感じなんよ。俺もいつでも打たれる姿勢は整えてる。ちょっとそれアウト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 。かかってこいよ。それはアウト。このあのサバイバルの方やったことあんねんけどさ、うん、サバイバルの方とりあえずオンラインで知らん人と出会ったらまずこれで挨拶するから。どんな文化やね。俺はその指でファインダーを作って課長を収めようとしてんねん。なんか落としてる人らの方が楽しそうやねんけど。ダブルピースできた。すげえ。パントマイムみたいになってる。入った。嘘。え？入ってない。なんやねんもう。なんやねん。ずっと同じなのよ。トワッポは何してんのそれ。今やっぱり打たないでください。課長ほら。レーガン打つ時のユースケの手。おすごいすごいすごいでしょ、ぽいでしょ。すごいめっちゃ狙われてるもん俺。結局もう俺ら3人はもう手で銃作って課長に向けることしかできない。めっちゃ狙われてる。早くして早くして、もう無理ならそのトリガーもうぶん投げて。投げた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 。取れない位置。うん、届かない。あーし、無効試合。ノーコンテスト。あれ、思ってたバイキングと違う。あれ、なんだこれ。んバイキング、こういうこと。なにこれ。ボタン押すよ。ボタン、はい、押す押す。なんか俺だけ妙に離れてる。コミカルな。えんこれ歩けんの、もしかして。えちょっと音うるせえな。ちょっと歩ける。もやもや歩ける。生き残れってこと。武器ある、武器ある。ちょっと待って。あー、なるほど。武器あるぞ。えどういうこと。お前武器ある。これあ、動ける動ける動ける。よしよしよし。あ、なによしよし。戦うんでしょ。戦うぞ、これ。そういうことや。こうじゃなくて、こうじゃなくて、こうか。みんな、みんな物色してる、みんな物色してる。ちょっとずれずれずれ。あ、これ、あー、槍いいな。剣もいいな。盾が取れへん。ちょ、槍手届けん。盾取れへん。剣取って、取った取った取った。独特。で、もう俺も両手剣でいいや。マジか。両手剣で。取った取った。取った。そして、ホイールクリックして、うん、おし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 、いけるいける、勝てる勝てる。マジマジ突き刺しいける。課長課長課長、俺課長殺せるかもしれないこれ。課長殺せるかもしれない。課長まだ俺武器取れてない。課長殺せる。剣の使い方じゃないけど、剣の使い方じゃないけど。課長こいつ俺やり取ったぞ。おお、すげえすげえ。俺をリースで勝つぞ。見たい。すごいすごい。課長は、はい、取っていいから。取っていいよ、課長。取りって、ランドリーから。まず元、そうだね、そうだね。うん。対等に行こう。槍を前方に向けたい。どうする。俺、これ勝てる気がする。槍落とした。やばい。もうダメだ。みんな。分かってないな。まず防御なのよ。こういう時、ね、確かに。あー、盾落とした。まず防御って言ってたのに。見てくれ、俺の姿を。お。わ、両手剣怖。両手剣ってそういう意味やったんや。
両手で一本持つんじゃなくて一本ずつなんや。そうそう、槍飛んだ。やばい、俺たしかない。盾しかない。パールさんじゃん。あ、ごめん。ワンピースのパールさんじゃん。わからんわからん。でも盾で思いっきり縛いたらいけるかもしれない。俺も一応両手刃物になったよ。嘘。すごい。本当だ。探検、ん、探検かなそれ。ただ左手の角度おかしすぎて攻撃ができない。どうしようこれ。お前。富士も剣つまんでるやん。つまんでるの。優しくつまんでるだけやのこれ。あ、どうした、走ってる。これ走れるの？ね、スペースキーで走れるみたいな。スペースキー。あ、走ってる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 。あ、お前。よし。藤の走り方おもろ。見たいそれ。怖い怖い怖い、めっちゃ怖いと思う。なんやそれ。ちょっとちょっと花嫁早くして。そうよ、花嫁早くしようよ。早くつかめよ盾が。ごめん、あ、ごめん、出血しちゃった。出血した出血した。課長が出血した。死んだぞ。やった、殺された。やった、課長。課長課長落ちた。課長ごめん、課長ごめん、課長。やっちまった。頑張って頑張って課長。やっちまった、無理やったわ。一人死んでる。槍の操縦難しい。そんな難しそうな武器選ぶから。絶対に剣の方がいい。これリーチでは勝ってんのに。槍を振り下ろせない。リュウさんめっちゃ威嚇してるやん。威嚇してる。じゃな、長すぎてこっち来いよ。やりやりや、俺のやりどっち向いてるこれ。東向いてる。東向いてる。どこ行った。頭。俺もこれどうなってるかみんなわかるこれ。何と当てんだそれ。俺なんかえ。なんか右腕異常な伸び方。そうそうそう。そうそう。縦二つ持とうとしたら。盾がね、体守ってないのよ。全然違うとこ守ってる。これはだから キャプテンアメリカみたいなことやから。俺はこれは痛い痛い痛い。なんであれ俺ダブルキルした。つえやりつえ。歳三さん見てたら、歳三さんが俺の左手に当たりに来て、その間右の槍にちょうど藤が刺さってたもん。俺一人残されてんけど。走って走って走って。あ、ちょっとちょっとちょっと藤井、藤井くんに槍刺さってんねん。藤井くん引きずり回してるよ。